さあ皆さん来ましたよ、恒例の二段したら即終了縛りでもね、サンダー回避がこのゲーム一番難しいんでね、サンダー回避、まあ赤コーラとか緑コーラの反射っていうのも難しいんだけど、一番難しいのはサンダー回避。さあどこになる、ヘイホー来たら終わる。あ、 200cc あー、まあ目標としては完走。前回から始まったこの企画完走してないんですよ、まだ1回も。まあまあ1回しかやってないんだけど、で 200cc だからサンダーがものすごく読みづらい。多分すぐ出る可能性もあるし出ない可能性もある。でやばいところに甲羅が飛んでたら避けられねえということで、まずは 200cc だから、でもみんな前走るんじゃないかな、そんな止まったりはしないと思うんだよね。でここはまあゆっくり行って、そこまで早く行くとぶつかって死ぬんで。いやでも 200cc いい。あ、なんで赤コーラ持ってるの、さすがに譲る。それはな、爆睡の人つんなよ、かわいそう、かわいそう。それは嘘でしょ、危ねえ。 200cc じゃなかったら終わった。これでもそろそろ前にないとさすがに追いつかねえと思うんだよな。でこのキンキのクソ邪魔だから、危ねえ、落っこちても終わりなんだよ、落っこちても終わりだから気をつけて。ここダブル交換、絶対絶対ダブル割るで、絶対ダブル割って、これ前出る、もう出る、もう出ないと終わるから、ここ使っていくけど、最後天空ルート行って、あーやばいやばい、天空ルート、あ、ちょっと降りた方がいい、お願いします。ああ、いやでもまあ被弾してないんで、あーダメだこれ、被弾してない。まあ2レース目やりましょう。さあ2レース目ですね、チクタクロック。なんかあれクマさんみたい、あの歯車。ちょっとまあ止まります、止まっていって、ここ登れんのかな、逆走で。あ、登れるんだ、エラー起きたら嫌だから行きますで10人、9人いるのか、サンダー来るなー多分これ。何お前なんで止まってるん、俺が言えたことじゃないけど、まあでもここ基本的にやばい、やばそれは、スターなかったら終わったよ。やばいところそこまでないと思うから頑張ればいける。正直さっきのねレース誰もね納得してないと思うの、お前被弾してないっつっても、ただ後ろ走ってただけじゃんって。あ、スター使えばよかったね、俺も納得してないから。あ、強い。でここでいい成績を残していきましょう。総力はないからアイテムでズルするっていうゲームをしてるんで、普段から得意なんでそのところは。これもう一回スター出ない、あ、ナイス。あ、しかもスター、これ変な緑コーラとか注意、落っこってるの注意で、サンダー回避も決めていって、まだ完璧だよ。今 JA 出なかったけど OK。 ちょっとその FB 怖いから、まあ使ってなかったら今当たってたね。うわーでもこれ3周目きついな、怖っ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 。ああよかった、なんか FB 持ってない？持ってる。ちょっと危ないから使っていく、早めに。うわ、アイテム取れないの痛いな。アイテム取れないの痛いな。しかも FB まだある。マジでやめて、それ。危ない。ちょ、ねえ！で、これ使っていって、で、角に当たって、角にはしてって。うわ、赤さん。あ、消えた。これ潰して大丈夫、いや潰れないから。あ、まあ4位ならいい、4位ならいい、全然4位ならいい。 OK、 被弾してない、被弾はしてない。3レース目、やべえこうもうまくいくとは思ってない。マリカス、マリオカートスタジオ、いいね。3レース目、ここまでうまくいくとは思わなかった。え、これもうギネス記録乗れんじゃねえのかな、被弾なしで3レースとか、被弾なしで3レース。
ちょっと早く言ってください。ノーベル賞もらえるかもしれない。世界平和マリオカート賞とか、やばい。ちょっとここまでうまくいくとさ、次回とかやるときにさ、ちょっとこれニスク見せたけど、次回やるときとかさ、めっちゃ期待されそうなんだけど、でこれちょっと使っていって、まあ、ここ打開全然できる、打開コースなんで言っちゃえば、それスターだよな、うん、大丈夫、ここもいけるぞ。1位取りてえなー。まあ1位狙うよりはまあ被弾をしないようにっていう感じだけど、でめっちゃ注意してみて周りを 見れるようになる。でそのスター、ああオッケーオッケー。ちょっとコインを、あーこれ使う消費してって飛ばしてと違う、そしたら赤コーラ裏に持ってるとかないよね。あ、サンドル後ろ怖いから使って、サンドル引いて、サンドル、そしたらこれはあそこのアイテム交換できる、できればそれでロングキラー入れて、あ、できない、はい、ロングキラーって